とうございます。今日本当はね8時に起きようと思ったんです。で起きたの、起きたんだけど、そっから出れなくて、お布団からなんか今ここでお布団出たら夜までこのお布団に入れないのかと思ったら出れなくなっちゃって、あの結局9時7分にお布団出ましたこんにちは。そう、今日19時から夜配信します。夜配信もします。こんにちは。新潟寒くないよ、全然全然寒くないけど、寒くないです。でもね、太陽が出てない、曇りな気がする。こんにちは。監督にありがとうございます。だから今日起きてからお布団の中1時間くらいいたの、起きたままえ、今日雨降るのかな、ちゃんと天気予報見てないけど、どうなんだろう。こんにちは。アルード君とくっつけましそうなんです、昨日やっとアルード君と会えて、ツーショット撮って、あのくっつき虫、私くっつき虫って言うんですけど、一緒にやってくれますかってお腹鳴ったって聞いたら一緒にやってくれました。可愛かった、タッチしてきた。あ、進撃の巨人ですか。あ、今もう追いつきました。今何話だっけ、もうね追いついた、一番新しいのまで見ました。新潟は曇りも晴れとカウントされます。そうなんですよね、それ新潟に来てから知りました。なんか新潟の人は雨が降ってなければ晴れみたいなそう、なんか新潟の人ってまあでも人にもよると思うけど、あのね、曇りってねあんまり言わないんだって。そう、すごくない。でも確かに新潟は曇りよ、何でも曇りが多いから、まあでもそういうことなのかそう、青は全然言うけどね、まだあとね、青的にはね、天気ので言うとね、なんかさ、まあ、雨は降るじゃん、雨は雨降ってるって言うけどさ、雪にもさ、あられとかさ、ひょうっていうの、あられ?あ、あられとみぞれだ、みぞれかな、あるじゃないですか。あれ多分東京の人全部雪って言う気がするのは青だけかな。そう。青は全部雪だともう考えてる。そこら辺のものは。青だけかな、青だけかもしれない。そう、まあ、違うけどね、違うけどもう雪だと思ってるおはようございます。青だけ、そっか青だけか。でもこの前じゃない、1年前とか2年1年半前くらい
にあられってさ、そう痛いじゃないですか、つぶつぶだから、つぶつぶだから痛いじゃないですか。だけどもう1年半前くらいはもうほんと、あのもう傘を持ちたくない絶頂期だったんですよ。で傘持たずに普通に外行ったらあられ降ってきて、でもすあられってさ、なんかすごいあの降るってなったら急にザーって降るじゃないですか、ザーって降るんですよ。でその時にもうあの傘持ってなくて、もうやばいやばいってなって、痛くて、そしたら隣にいたおばちゃんが一緒にあやい傘してくれましためっちゃ覚えてる、あれれ降ってた時に家傘してくれたおばちゃんが優しいよね。そう、今日1時間配信します、11時まで。そうでお腹鳴ってる、オッケー、あーお腹鳴ってる、こんにちは。昨日前髪切った、昨日なんかあの昨日のアルビさんの前には切らなかったんだけど、夜帰ってきてから切りました。夜帰ってきてから切ったけど、夜帰ってきてから切りました。久しぶりかな、みんなに会うの、お腹の音を聞かせたのは。食べてないまだ、今日何も何も飲んでないし、まだ食べてない、なんせ1時間前までお布団にいたから自分で切った。でももう本当は今日とかあの髪の毛切りに行こうかと思ったけどやめました。こんにちは。くしゃみはね、本当に配信でくしゃみ出ないんです私、本当にびっくりするくらい。こんにちは。ダメだ、今日この配信であと5回ぐらいお腹鳴る気がする。一回ちょっと離れるね。こんにちは。そう、髪の毛切るのやめたのなんかなんとなく、そうだけど今日切らなかったらいつ切ろうってな今日髪の毛切りに行けばよかった。昨日はありがとう、こちらこそありがとうございます。わかる、静かな時お腹鳴るの本当にやめてほしいよね。あね、わかる、テスト中とか本当にそう。ゆめたんのヘンテコリンなくしゃみ、え、聞いたことあります。でもゆめたんなんか笑い方のイメージの方が強すぎて、多分くしゃみもあのちょっと変わってるのかもしれないけど、ゆめたんは笑い方の方が面白い。ゆめたんなんかもうだってNCT 入ってもう出会ってから2年以上経ってじゃないですか、もうちょっと3年になるけど、に経った、3年くらい経った今でも夢の笑い方聞くと絶対なんか面白くて笑っちゃう、夢の笑い方で笑っちゃう。そう、
回目数えてるしこんにちは。でもなんか笑い方癖強い子多い気がするんだけど、気のせいかな。あのヤヒとユウは癖が強いっていうか、音量がめっちゃでかい、音量がめちゃめちゃでかくて笑い声のユメタンはなんか本当になんかね、意識してそうイヒヒって言うの、本当にイヒヒのままイヒヒって言うの、イヒヒって言うの、イヒヒヒヒって必ず。今日11時まで配信します。引き笑いか。でもなんかマシモもね、マシも結構笑い方特徴的なイメージがある気がする。でもなんかもう本当に笑いすぎると息できなくなりますよね。今日はちょっとカラオケ配信しません。ちくらの楽屋、昨日とか特にうるさかったと思う。しかも6人だけだったし、すっごいうるさかったと思う。でも青すっごい眠くてもうずっと遊んでました、空き時間の時に。しかも超意味わかんない遊びなんかサラが考えてたんですけど、なんか面接ごっこをしようってなって面接ごっこをしようってなって、3人で面接官とその面接を受ける人で3-3で分かれるんです。でそれでその面接官の役の3人が質問をするんです。面接だから質問をするんだけど、そこで「はい」って言ったら言っちゃいけないゲームずっとをしてました意味分かんなすぎるだから例えば「じゃあお名前教えてください」「はい古田葵です」って、この「はい」もダメなの。そうでもこれはやったけどやっぱり面白くないねって言ってやめました。あとは何やったっけ、なんかほうれん草ゲーム、ほうれん草ほうれん草ほうれん草とかやったほうれん草ゲーム。あ、英語禁止もやったよ。あのね、英語禁止ゲームやってね、青めっちゃ弱かった青めっちゃ弱くって、めっちゃそう弱かった。だから英語すごいってんだなと思って。リハからお疲れ様でありがとうございます昨日リハめっちゃ汗かいた。リハもそうだし本番も汗かいた。345日配信おめでとうございます。ありがとうございます。やったね、345日目配信やったね
強そうなイメージあった。 昨日特に分かった。ミニライブ&トークよ、ありがとうございます。365日だから、そっか、そうだ、20日だね、あと1ヶ月もないってことですよね。すごすごすご、ハートありがとうございます。今日1年ぶりに新潟行く、おう、ちょっとあの暖かい服着た方がいいかも。いや、もうそんなこともないかな。もう仕事？頑張れ。今日日曜日だよね。お疲れ様。こんにちは。嬉しかったです。あ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。4月17日？え、そういうことなの？そうか、4月17日か。何してんだろう、その日。4月17日今日誕生日？おめでとう。3月28日、え、青のおじいちゃんと同じだ。今日ジジの誕生日なの。え、おめでとう、おめでとうございます、おめでとうございます、ハッピーバースデー。おめでとう。めっちゃ綺麗になった、感動、うるうる。そんなことないですよ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます、お誕生日。そう、今日ジジも誕生日なの。だから後で電話するんだ。僕は？あさって誕生日なの？おめでとうじゃん。ちゃんと、じゃあ29、30か、30だ、あさって。フォローしました、ありがとうございます。栗のテリーヌ、なんておしゃれ。おしゃれ、すごい。また夜ね、ありがとう。僕は8月9日、お、1日違いじゃん、忘れないで。みんなも青の誕生日忘れないでね。青の誕生日はハートの日だから。10月10日？じゃあ青の2ヶ月後ですね。ハートの日。ハートの日じゃなくてハートの日。今買い物来てるけどブロック、え、安っ。安っ。え、どこですかそれ。ブロッコリーだって198円、だ、高いのだと200いくらとかしません？私は198円だったら買いますね。そう、なえさんと同じ？
メンバーと一緒だとなんか嬉しいね。そうはね、NGT 入る前に8月10日の誕生日が乃木坂さんの齋藤飛鳥さんと一緒だったから、めっちゃそれが嬉しすぎて ママにも言ってたし、ニーヤにも言ってた、誕生日一緒なんだよってずっと言ってました。中学1年生が、お疲れ様。じゃあ中2だね。あ、もう次高2になる。中1かわいい、なんか。ハートありがとうございます。ちょっと散策してきます。ありがとうございます。ハートありがとうございます。3月9日？誕生日がってこと？あれ？3月9日、卒業式のあった？遠くで呼ばれた気がして、気づきました？ ありがとうございます、来てくださって。中2の勉強って難しいの？最初の方はね、簡単だったけど。中2でしょ？中2何勉強したっけな？そんな難しくなかった気がする。中3の方が難しかった。 お勉強。 ストーリー進めながら配信ありがとうございます。あおちゃん今やっと2000票自分に入れました。 今朝散策したら2000いった。50カウントの店に、全然カウントありがとうございます。 ハートありがとうございます。4月、もうすぐ4月になっちゃうね。こんにちは。散策ね。昨日5時間、昨日散策できたけど、5時間経っちゃった時やった。 16です。今年で17になります。初見ありがとうございます。古田と葵です、こんにちは。 そう、高2になるのよ。高2か。ちょっといつもなんか青が高2になるっていう話したら毎回なんか「高2なのか」ってすっごい思っちゃう。イベントなの？そうなんです。ぜひぜひよろしくお願いします。 イベントのところからですね。こんにちは。おはよう。おはようございます。 あとあれですね、物語も1日3回までだったら無料で読めて投票券もらえるので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。 おうちゃんが高2なのよ。信じられないよね。信じてください。 こんにちは。16歳。
17歳の年はちゃんと学校生活を謳歌する、友達をちゃんと作るっていう目標。学校だと散策逃した、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、春休みなのに。散策管理ありがとうございます物語進んでつぐつぐと仲良くな、つぐみさんですかもう可愛すぎて、青日向さんです。この前歩いてて、つぐみさん見かけたんですよ私つぐみさん見かけたんですよ。だけど恥ずかしくて、恥ずかしかったなと、ちょっと声かけていいかなと思ったので、そう声かけられなかったあ、つぐみさんがいるって。そう、なんかそう、同じ日になんかマネージャーさんともすれ違ったんです。でマネージャー会うより普通に身長高くてこっちから来て、はっと思って、はっって言ったんです、はっって言ったんだけど、気づいてもらえなくてなんか身長低くて視界に入ってなかったのかなと思って、待ってよ、これ夢で見たこの光景。そうそうなんですお風呂出まくりでした、つぐみさん。もう「つぐみさん」って書いてあった周りに今このさ光景ちょっと見た、今すごい見た夢で前。そう今話してこの話の内容を話してるの夢で見たおはようございます。もう本当にこういうのよくある。こんにちはそう夢でよく見るいきなりだから何かと思ったですよね。でも本当にすぐこう言っちゃうの、なんか普通になんかメンバーと話してる時でも、あ、こういう夢で見たことがあると思ったらすぐ言っちゃう。どんななんか話の内容がどうであれよくないですよね。でもちゃんとなんかちっちゃいもんでいる時はそう言うけど、すごいマネージャーさんとかと大切な話する時はさすがに言わないですけど普通に会話してる時すぐ言っちゃう。お腹が鳴ってる、また今日一段と、なんでだろう、すごい嬉しいんだけど、嬉しいけど特になんかメイクかな、なぜでしょうか。マイシャドウちゃんと塗ったから今日こんにちは。ね、デジャブ不思議だよ。でもなんか調べたんです、デジャブについて気になり、あ、もうデジャブ 多すぎて、なんか調べたんだけど、なんか本当に全く同じ出来事、夢で見たのと全く同じ出来事が起こってるわけじゃないんだって。そこから全然なんかすごい話が変わるんですけど、そうだからなんかその今起こってることと夢で見たことがあることの共通点が多いとデジャブだってなるんだって。
共通点があるだけで、の頭の中が同じ出来事が起こってるってなるんだって。そう、これがデジャブの、デジャブの本当のやつらしい。気になりすぎて調べちゃったね。こんにちは。おにぎり、そう、おにぎり。今度おにぎり食べる配信またしようと思って前したんですよ。前くらいかな、いつだ、すぐ前だけど、おにぎり食べる配信しようと思って、何おにぎりにしようって昨日お風呂の中でずっと考えてました。何おにぎり配信で食べようかなと思って、やっぱり鮭かな、鮭大好きなんだよね。黒ひげ配信ちょっと、もうちょっと持ち越しでもいいですか。あすっごい恥ずかしい。フォーチュンクッキーを食べながらおにぎり食べるんですか。おはようございます。聞こえました。もう5回行ったんじゃない、今日の配信のお腹でも34分だからまだ全然なりそう。なんか塩おにぎり、あのさ、なんか今まで塩おにぎりを食べてる女の子すっごい可愛いなと思ってて、なんかマシモとか、マシモがよく声の時に塩おにぎりとか食べてて、どうしても食べてる姿見たくて、おにぎり食べた時、食べる時あんのこと呼んでって。で食べる時にあんのこと呼んでもらって、マシモがおにぎり食べてる瞬間を青がずっと見てるっていうことをよくしてたんですけど、わかる人います。でもなんか塩おにぎりでもに限らず、なんかおにぎり食べてる子ってすごい可愛いなと思って、なんかあのパクパク感、あのパクパク感がすごい可愛くて、そう、ゆめたんもよくおにぎり食べてるイメージがあって、ゆめのもよく見ます。そう、ひなたさんは絶対かわいい。ひなたさん何してもかわいいから。そう、本当に、わかる、女の子が食べるときは海苔がない方がいいと私も思います、本当に。そう疲れちゃった、おにぎり食べるメンバーいたらぜひあおちゃん呼んでいただけると。見させていただきたい、かわいい、本当にかわいい。こんにちは。変わったご趣味で。よいしょ。ずっと眺めてる。隣でずっと眺めてます。眺めて可愛い可愛いって。多分絶対そうね。マシモとかは、マシモは本当に。なんか青がそのマシがおにぎり食べてる光景、青が見ることに対してマシはもう多分慣れてくれて、すごい落ち着いて食べてくれます。私ってそう、あ
青師匠から見たアザトドスのマシモノですか。でもアが可愛いって言うと可愛く食べてくれるんです。だからって考えると、まあでも 72.5 くらいですかね。結構いい感じの数字だよ。 72.5 くらいです。でももうちょっといけますね、あれは。今度マシモにまた塩むすび食べてもらおう。みんなにも見てもらいたい。本当に可愛いの。でも普段塩おにぎり食べないんですよ。塩おにぎりあんまり得意じゃなくて、グーナイト寂しくて。そう、自分では塩おにぎり食べないんですけど、こんにちは。ちらちら、ありがとうございます。ちらこんにちは。自分でおにぎり握る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 。この前じゃない、だいぶ前に柴田のちっちゃいもんの柴田の農業のやつでおにぎり食べたんです。おにぎり食べたんですよ。でその時におにぎりの握り方を教わったんです。みんなおにぎりに握る時ね、ギュ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 ってしない方がいいんだって。なんかもう声だけでいいんだ、なんか声だけでいいんだって。あ、形整えるためにこうした後にこうするんです。こうした後に形整えるためにこうやってやってこうやってやるんですけど、それは良くないから、みんなこうした後にこうしちゃダメだよ。ただいまおかえり。そう、こうやるとねいいんだって。おにぎり握れるよ。そう、そう、そう、あ、そうだね。おにぎりのことを青だと思って、おにぎりのことを青ちゃんだと思いながらおにぎり握りましょう、皆さん、これから。そしたらきっと美味しいおにぎりになるはずです。今度作る、おにぎりね、おにぎり配信じゃあするね。お米炊かなきゃ。おにぎりとおむすびの違いは何？時代。おむすびの方がなんか昔感ある。おにぎりは現代感。お寿司、お寿司握ったことない。おにぎらずね、握らないおにぎりでしょ。あ、お作んない、ママが作ってたよく。おにぎらず食べたことないよ。味噌塗って、食べたことない。味噌か、きゅうりに味噌つけて食べたい。
え、わかんない。おむすびとおにぎり。え、時代じゃないの。でもあれですよ、年少さん、幼稚園の年少さんの頃、あのおむすびコロリンでおにぎり役やったことあるんです。そう、おにぎり役やって、あのコロ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 転がってきました。え、焼きおにぎり大好き。焼きおにぎり大好き。こんにちは。ここにおにぎりつけて。ここにおにぎりつけてコロコロ転がりました。なんでおにぎり役になったんだろうね。えー、写真あったかな。でもね、ビデオあった気がする。あと、でもそう、前も話したけどあれなんです、年少さんの時は おにぎり役だったけど、年中さんの時にそのおにぎりという、まあそのね、おにぎり役の反動であれになった。桃太郎で桃太郎役やりました。女の子だったのに。え、手あげなかった、おにぎり役は。バク転とか、バク転できないけど側転綺麗にできる自信あります。綺麗にできるけどかっこよくはできないです。こんにちは。でもね、よくね、まだ若い頃はお布団の上で逆立ちした後にブリッジとか、逆立ちしてからでんぐり返しとか、なんかめっちゃそういうことをお風呂じゃない、お布団でしてました。黒ひげ危機一発の配信、へえ、いつかね。でも本当に弱いからさ。側転、東京なんです。東京出身です。声がとても良きですね。ありがとうございます。でも低い声も出せるんですよ。あ、なくなった。だからね、いつぐらいだろう、小学校4年生とか5年生とか、それくらいの時はあの側転とかめっちゃしてました。ハローしました、ありがとうございます。低い声出る出る出る、低い声めっちゃ出ますよ私。低い声出ます。はいはい、じゃない。一人でやってきました、東京から新潟に。ああ、まだまだおうちゃんは子供です。違います。大人です。おうちゃん大人です。でも
昨日アルビさんのイベントでもじゃさんにお会いしたんですけど、もじゃさんとあれなんです、加入してから本当にすぐのラジオで一回お会いしたことがあって、でそれ以来お会いしてなくて、だから青が中学2年生の時に会ったぶりにもじゃさんにお会いしたんですよ。そう、嬉しかった。青ちゃん大きくなったなって思ってもらえてたら嬉しいなって思いました。もじゃさんの印象は、昨日思ったのは昨日思ったのはその今朝もすごい寝癖だったのかなと思いました。もじゃさんのインスタ寝癖ばっかじゃないですか。本当にあれは一つの芸術だと思ってます、私。もじゃさん、びっくりしてるかな。でも本当に中2の時に会った以来だから本当にお久しぶりだったんですよ。ちっちゃいなって感じた。てんてんてん、わら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 、でもね、あの時は、はるかとさらと、中泊の方に行ったんですよ。だから、その時は、二人がちょっと身長が高かったから、すごく、身長が低く見えたっていうのもありますね。ゆうちゃんややひがしっかり者扱いで面白かった。そうなんです、本当はね最年少の3人の方がしっかりしてるんですって。本当に足集めに来たんですがずっと聞いていたく、すごい嬉しいお言葉を。ありがとうございます。星集め以外でも遊び来てください。毎日配信してるので。最年少の子はよくそう言うんだよね。典型的な最年少ってことですか。しっかりしてるんです私。身長ですか。155cm です。155cm です。155cm です。10時50分ありがとうございます。今日は夜にも配信しますね、19時から。155cm。 さらち163とかじゃない、わかんない、どうせくらいと思う。55cm。 超大事なことなのでいっぱいいました。足投げしに戻ってきた、ありがとうございます。本当は155cm。
もうボムさんのボムさんのボムさんで中二トリオでグラビアさせていただいた時のプロフィールに155センチって書いてあったので155センチです。でもね、もっと伸びてるんじゃないって言われてることもある、人によれば。え、角さんまだ多分抜けてないんです。わかんない、次やった時かどうかわかんないけど、角キャップさん。外で見かけると、本当ですか。ちっちゃかったですか、ちっちゃかったですか。ちっちゃいかもしれない、まだ。155センチ、わかんない、4月の身体測定で身長どれくらい伸びてるか。え、これで154とかだったら本当に泣いちゃう。劇場で久しぶりに会った時は大きく見えた。なんかそう、劇場だと「ヘオちゃん大きく見える」ってすごい言われるんです。なんかマネージャーさんとかにも言われて、なんか久しぶりに、あのちっちゃいもんの公演が始まったくらいの時に、あのそのなんか前までステージ並んでた時ちょっと一人だけ小さい感あったけど今そんなことないねって言われたのとか、その時あ、やっぱお身長伸びたんだなって思ってすごい嬉しかった。え、劇場あるあるなのかなこれ。チェキありがとうございます、古田たおいです。パフォーマンスも、だといいですね、だととてもいいですけど、だととてもいいです。厚底靴たまに履きます、たまに。でも普段はスニーカーしか履かないですね。55分ありがとうございます。嬉しいな。でもまだね、高校生の間は全然身長伸びるって思ってるので、まだ伸びしろめっちゃあります、私身長。でも周りが大きいのもあるんだよね、きっと多分。そうそう、まだまだ成長するから。希望持つの自由だって、なんか冷たい。あー、お腹鳴った。あ、そうなんで、あ、そう、その告知も今日しようと思って、あ、でもちょっとタオル置いてきちゃった。はい、ということで皆さん、本日の本日13時までに生写真とメンバーカラーグッズの受付が終了いたしますので、まだの方はぜひ今のうちに予約をしていてくださると嬉しいでございます。はい、生写真はですね、春服の衣装、春の服の衣装を着たんですけど、結構女の子っぽい衣装を着ましたね。そしてメンバーカラーグッズも
役が今日までなので、はい、皆さんぜひよろしくお願いしますという告知でした。はい、早速頑張ります。ありがとうございます。はい、あの NGT48 物語のアイコン争奪戦、まだまだあの開催中ですので、皆さんぜひアプリ入れてない方はアプリを入れていただいて、あのイベントページから投票券を集めてもらって投票していただけるととてもとても嬉しいでございます。ということで、お、あと2分だよ。夜もね19時から配信するので見に来てください。すごい、もうすぐで4000票、あ、違う、これこっち読んじゃった。2万票と 2万投票しました。ありがとうございます。え、すごい、ありがとうございます。はい、さあもうすぐで4000に行く、嬉しい。スクショ撮るさん、わかりました。こんにちは。ということでスクショタイムをしたいと思います。どうしようかな。じゃあおにぎり、今日おにぎりの話いっぱいしたから、おにぎりスクショ。皆様ぜひ投票の方、そしてグッズの予約の方もよろしくお願いします。ということで、また夜会いましょう。岸田同士の日、ありがとうございました。また夜ね、バイバイ、ありがとうございました。ヒヒヒ。